前にですね、夕霧さんに、自分を許すにはどうしたらいいですかっていうお悩みを持ってきた万智館吉田なんですけど、僕よしは。だよしだ。その説は本当に嬉しかったんですけど、もう一つ相談したいことがありまして、かも。ありがとうございます。この前、近しい答えをもらったんですけど、自分を許すことは、まあ、なんとなくできてきたのかなーって思ってるんですけど、今度は逆に、対人関係の方でちょっと僕気になることどうが、した、どうちょしった？と、まあ、出てきて、逆に、まあ、いろんな人と付き合うことは多くなってきたんですけど、仕事でも、交友関係でもあるんですけど、ただそこで、他人をどう許してあげるのかなーって思う悩みがあって、ここで言う許すっていうのは、だからなんかちょっと、やっぱり人間ってみんな好きな部分ばっかりじゃなくて、ちょっとこの人のここはしんどいなとか、疲れるなってところはあるあるあんでする。よ。そんな時に自分ばっかこう我慢してたらしんどいから、と言って、その人に当たるのもか、言っちゃうのも話は違うかなって思うんで、じゃあ適度な距離を保ちつつ、相手のことを許してあげるってどういう方法があるのかなと思って、ユーギーさんに今日聞きたいなと思って、ちょっと相手のそういう場面が来た時のこの、まあガス抜きというか、その許す方法がちょっと教えていただきたいなと思って、何かいい方法があったら教えていただきたいなと思った次第でございます。よろしくお願いします。はい、お任せください。まずはですね、相手に対して、ムムムって思っちゃう時がどういう時なのかっていうお話からしていこうと思うんですけど、結局、はい。え？なんでそのタイミングでそんなこと言うの？とか、え？なんでそんな言い方すんの？って時じゃないですか？ムムムってすんのって。その通りです。でしょ？でね、これが、なぜ起こるかっていうと、価値観が違うからなんですよ、やっぱり。で、実は、向こう、相手にとっては、その言い方が、優しさである、優しさと気遣いである可能性も、実はあるんですよ。で、ファーストタッチで、え、なに？え、そんなこと言うの、めっちゃ嫌だって思うタイミングって、自分に対して何か攻撃をされたとか、自分に、自分のことが嫌いなんじゃないだろうかとか、そういうふうに自分が感じる言い方をされた時、やり方をされた時、大事に思われてないんじゃないかみたいなことをされた時に、人は大体、およよって思うんですけど、相手とちょっと話していくと、それは意外と、あなたの、この吉田のことを軽んじたから出た発言じゃなくて、その人なりの理論で、めちゃめちゃ気を使うと、その言い方になるっていうことがあるんですよ、世の中。そう。これ結構わっちもあって、で、その時は、割と、素直に言うようにしてます。なんで、そんなこと、言い方するの？悲しいとか、そんな言い方されたら、寂しいとかっていうふうに、自分の気持ちを言うのは、別にいいんですよ。それは相手を責めてるんじゃなくて、ムカつく、実際はムカついてるんだけど、でもなんでムカつくかっていうと、その一個前に悲しさがあると思うんだよね。自分のことを軽んじられたとか、大事にしてもらえなかったっていう悲しさがあって怒りに大体なってるんだけど、その怒りの部分を言うと、うまくいかない。基本的には。向こうにとっては良かれと思って言ってるやり方だったりとか、いや、その前にお前がこういうことしてくれなかったからこんな言い方になっちゃったんじゃんとか、いろいろあるんで、怒りベースで話すと、大概のことはうまくいかない。でも、これが不思議なことに、それの前段階の悲しいとか、寂しいっていう感情を伝えると、意外と向こうは、あ、そんなつもりなかった、ごめん、みたいな。で、なんでかっていうと、私にとっては、こういう方が相手に良かれと思って、さ、例えば代表的な例だと、挨拶をしてくれなかったとかってさ、あるじゃん。いせっまかくすね、ね。会ったのに、自分に話しかけてくれなかった。
これってやっぱその受け手としては自分のことを軽んじられてるからそうしてくれなかったんだってこっちは思い込んじゃってるんだけど、相手と話してみると、実はねこの前ねせっかく会ったのにお話ししてくれなくて悲しかったんだとか寂しかったんだっていうと、実は向こうは向こうなりに気を使っていて、吉田さんすごい忙しそうだったからなんか私なんかがお声をかけたらなんか悪いかなと思って声かけなかったんだよっていうことがもし発覚したら、吉田さんこれってこう怒りじゃなくなりません？なくなりますね。そう、これが勘違いだったら、うん、むしろこっちも気遣うべきだったなっていう気持ちになって、お互い和解というか手を取り合えるのかななんて思いますね。そうそう、だから言ってみないことには、話してみないことには、それがそういうすれ違いなのか、まあそもそもいやお前のこと嫌いだからってなったら、なんかあれだってお前のこと嫌いだ、やーい絶好って言ってもまあいいと思うんだけどでもね、はい、大体の場合そうじゃないのよ。大体の場合がなんかそのなんて連絡が遅れるとかも、例えばその自分のことを軽んじてるから後回しにしてるんじゃなくて、いやあなたのことを大事に思えば思うほど何と言ったらいいかわからなくて返事ができないんですみたいな、そういうことってあるんすよ。はい、そう、なんかそれがわかると、じゃあその自分がその人に何か投げかけるときも、その文章でとかじゃなくて、そのわかりやすくイエスオアノーでできる返事にしてあげようとか、そのそう、あと文字書くの苦手って人とかいるじゃん。でそういう人とかもいるから、いますね、そうそう、文章書くのが苦手で、あとマシになっちゃうんです、なんかミスしたくないから、あなたのことが大事でミスしたくないから連絡できないんですって言われたら、そのじゃあどこで歩み寄るかっていうと、だから一生連絡しなくていいよ、遅れていいよっていうことじゃなくて、自分にできてその人にもできる中間地点を探すんですよ。だからさっき言ったそのイエスはノーで答えられる連絡をしてあげる、これはこういう風にしたいんだけど、あなたは大丈夫？大丈夫じゃない？みたいな、そう、赤と緑どっちがいい？いいですね、ぐらいの、そういう聞き方にこっちが変えてあげることで向こうもお返事がしやすくなるみたいな、なんかそういう多分お互いにできることできないことって絶対にあるから、なんかそれをお互いにちゃんとお話をして、そう、分かるやろじゃなくて、私はこれが悲しかった、あなたはなんでこういうこと、こういう言い方をしてるのって聞いて、お互いのできることできないこと、あと気を使う部分気を使わない部分っていうのを洗い出して、でそれをうんうん分かったって自分は全部飲み込むんじゃなくて、でも私はこの言い方は悲しいから、じゃあそれが気遣いなのは分かるけど、私に対してはその言い方をやめてほしいみたいな風に自分の気持ちも伝えて大丈夫なの。これは絶対忘れないで。はい。うん。っていう感じでお互いにその持ってるものを出し合って、それに対して歩み寄りをしていくっていうのが必要だから、だから人との人間関係築くのってめちゃめちゃ時間かかると思いません？ありますね。そうなんです。すごく。めちゃくちゃかかるんですよ。大変です。でさ、こういうさ、時間をかけるのが、ちょ、嫌だなというか、なんか怖いなって思っちゃうと、その、肩書きをつけようとか、バズろうっていう本になっちゃうんですよ。そう、これは、ワッチの昔の症状なんですけど、今でこそね、こうやってたくさんの吉田たちとこうやってお話をして、君はなんでそう思うの？とかって、聞く時間をちゃんと作ってるからみんなのことが分かるようになったけど、もともとは私は失敗するのがすごく怖くて、そのちゃんとしてる人だって思われちゃうから、なんかこう約束の時間絶対に守らなきゃとか、なんかちゃんとしたこと言わなきゃとかって思いすぎちゃって、人とお話しするのがすごく億劫で、だからそこからもう逃げ続けていて、でもそれだと仕事だって来ないし、友達だってできないんじゃない？そんなんじゃ家にこもってたら、でそれを解決するために数字が欲しいってわっちゃ思ってた昔は。その何万ね、何万登録、何十万登録の YouTuber になれば、ゆげるさんお友達になろうっていう人が多分向こうから集まってきてくれるに違いない、うんうんって思ってそのそれが信頼、
を稼ぐ方法だというぎりは思ってたから、そのいろんな動画の研究をしていっぱいバズったりとかして、今のその20万登録 VTuber っていうのになったんだけど、やっぱそうじゃなかったのよ。そんなね、コミュニケーションはショートカットできるわけはなく、今20万登録だけど、この20万人がわちの全部の動画見てるかといったらやっぱそうじゃないから、やっぱ結局自分のことを知ってもらうためには、その人とちゃんと時間をかけてお話をしないと友達はできないと。で、逆に言うとそれをするんだったら、チャンネル登録者数も動画の再生数も本当はいらなかったんだ。っていうことにバズってから気づいたんですよ。なるほど。そう。だから結局ソワッチはそう思って、このめちゃめちゃかかるコミュニケーション時間をカットして数字で信頼を稼ごうってしたんだけど無理だったっていうことに気づいて、その登録者数じゃなくてちゃんと人とコミュニケーションをちょっと取ってみようって思って、そのもうさ、ワッチってさ毎晩ずっとインターネットのどこかにいるじゃん。大体どっかで会議とかさ、大体どっかで誰かと喋ってるんですよ。だから、これをでもやり続けた結果、こうやって、ちょっと配信あるんですけど、なん、一人だとちょっと心細いので、吉田来てくださいって言った時に来てくれる、この吉田たちと出会えたのは、やっぱそうやってちゃんと時間をかけてお話をしたから、だから、なのでね、赤の吉田さんもぜひ時間をちょっと大変だとは思うんだけど、ちょむむって思った人と一回かけてみてお話をしてみて、はい、歩み寄れそうなところがあれば歩み寄ってみて、あ、聞いたけどなんかこの人とは本当に根本的に違うんだな、あ、歩み寄れる点が見つからないなって思った際には、静かに距離を取るというやり方をしていけば、徐々にその中で上手に歩み寄れる人も見つかってくるはずなんで、サクッとすぐ動きたいときはそのもう歩み寄りが完了している気の知れた仲間と何かをやる。で、そうじゃなくてなんかまた新しく普段の自分じゃいけないところに行きたいっていう場合には、その明らかに価値観の違う人の力を借りないといつもはいけないところ行けないんですよ。これ、そう、価値観のある仲間とだと、やっぱ価値観のある仲間と行ける場所までしか行けなくて、で、そのもうちょっと遠くに行こうとか、その例えば作ったものを見てもらおうってした場合には、この自分の輪っか以外の輪っかに住んでる人、だから価値観が違う人たちにも届く方法で届けないと、そのこのエリアには届かないんだよね。でも自分が価値観が合わないからって言って一切この人と関わることをやめてしまったら、ここに情報が届く、術がなくなっちゃうから、だから、その喧嘩をするんじゃなくて、ああ、ちょっと合わないかもってなったら一回引っ込んで、まず自分の価値観がある仲間でワイワイやって、あ、今ちょっと元気そう。なんかちょっとその合わない人とも頑張って工夫して喋れるかもっていう時にまたこの人のところに行って、この人と何かを作ると、普段の自分だったら絶対そんな発想はなかったみたいな。だからもう価値観が違うから、絶対自分に持ってないもの持ってるから、この人、その人と手を組むと普段絶対に生まれないすんげえものが作れたりとかするから、だから合わなかったら距離を取る、でも元気な時にまた一緒にやると、本当に自分の限界を超えられる、新しい面白いものが作れると思うので、だそのためには、その怒り、湧いてきた怒りっていう段階でお話をするんじゃなくて、その手前の悲しいとか寂しいだったら喧嘩にならないから。なるほど。そう、だから喧嘩をしない喧嘩をするとしたら、逆に価値観が合うメンバーだったら喧嘩しても殴り合った結果、うん、分かり合ったなってなるから喧嘩すんならこっち、価値観合ってるやつら。ありました。はい、解決できたでしょうか。頑張って、うん、はい、ちょっと歩み寄りもしつつ、うん、ちゃんと距離感も保つつ、それをするために、うん、自分のメンタルは順調でこう順調というかしっかり保つつつで活動を続けていきたいと思います。ゆうぎんさん、はい、ありがとうございました。わーい、ありがとう。
この動画が参考になった、面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、評価ボタンをポチッとお願いします。